ウルトラセブンセブンセブン進め今のハープまでもウルトラファイブスターセブン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 もろこし団子魔を借りてウルトラセブンヒーローセブンウルトラセブンセブンセブン倒せ火を発雷サイズウルトラビームジェスタイル It came from a blazar at the center of a distant galaxy. A giant with an unwavering sense of justice. Eliminate a future kaiju threat.Before Ultraman does. Prepare to launch the armored Kaiju Earth Hero. No time to waste. This is a story of the people united by the same will to protect the Earth and the battles they face together. Ultraman Blazar. I've got this.こちらシーホース海上基地コンプレッサー快調に回転中そちらの気圧エアは順調ですか こちらシーホース海底基地気圧エアともに良好了解おい鎌田飯食ったかカレーライス2皿に干しぶどうパイナップルの缶詰飯はうまいし海は綺麗だ交通地獄の地上とはおさらばしてこのまま海底人間になりたいよテストが終わったらいよいよ本格的な作業が始まるんだ調子に乗りすぎて下痢するなよ、うん、了解了解この野郎邪魔者が来たっていう顔したら刺身にして食っちまうぞ相手だってお前さんのことを人間バーベキューにして食べちゃいたいなと思ってるかもしれないぞ。海底、それは我々人類の第二の故郷である。やがて理想的な海底都市や海底牧場が生まれ、地上よりも素晴らしい世界が出来上がるだろう。ちゃん、お姉ちゃんウルトラ警備隊の隊員だろだったらあれやめさせた方がいいぜウルトラ警備隊が注意してくれたらきっと聞いてくれると思うんだ僕もうずいぶん前からやめろやめろって言ってるんだけどちっとも聞いてくれないんだようるさいわねあれあれって何よあれだよあああれねあれは海底の開発を研究してるシーホース号じゃないあれがどうかしたの困るんだよすぐやめないと大変なことになるよおーいね頼んだぜ本当だよ変な子どうしたんだいほら海底開発センターのシーホース号が大変なことになるんだってさ大変なことってよくわかんないわ海底の開発は宇宙開発より身近なテーマだよ何が大変なもんか。ダイヤル作戦室、作戦室応答願います。ギリヤマだ。どうした？二人ともクラゲでも刺されたのか？海底開発センターのシーホース号が沈没しました。原因は不明です。何？シーホース号が沈没えよし、分かった。すぐ帰ってこい。古橋、ハイドラには首藤さんも。あ、ふん。よし。
してハイドランジャーより作戦して全滅。隊長、爆発のちょっと前に事件を予告してきた子供がいるんですけど。予告？妙な子なんです。海底の開発をやめさせろやめさせろって。顔を覚えているのか？ええ、左の方に小さなほくろがありましたわ。近くの漁師の子供だと思います。よし、その子を探すんだ。はい。聞けばわかるかも。授業中でダメでした。後で連絡をくれることになっております。ご苦労。製造者はいましたか？船と海底基地の管理員が2人、奇跡的に助かって近くの病院に収容されたよ。会ってきたんですか？うん。原因は全くわからんそうだ。彼らにもシーホース号の係員がその子供のことを上事のように言ってたよ。あの子が何かを知ってるって。さっき長官のところに子供から妙な電話がかかってきたんだ。録音したもんだ。海底はノンマルと思うなんだ。そのノンマルトってなんだね？人間が海底を侵略したらノンマルトは断然戦うよ。坊や。ねえ、長官にちゃんと伝えておくれよ。海底はノンマルトのもんだから侵略したりすると大変なことが起きるよ。坊や、坊や。あの子の声だわ。ノンマルト、何のことだ？嘘っぱちで言ったことが本当に起こったんでね、調子に乗ってんだよきっと。うん、近頃の子供ならやりかねんね。大体ね、事件そのものが恋なのか事故なのかはっきりしないんだよ。こんな子供のいたずら電話なんて気にしない方がいいよ。その通り。ノンマルト、ノンマルト、やっぱりあのノンマルトのことなんだろうか。はい、こちら作戦室。あ、ちょっとお待ちください。アンヌ、電話。はい。もしもし、ユリですけど。あ、校長先生、先ほどはどうも。え、そうですか。はい、すぐお伺いします。では後ほど。あの子見つかりそうです。そうか、僕も行こう。どうしたのダン？いや、何でもないよ。ノンマルト、僕のふるさと M78 星雲では地球人のことをノンマルトと呼んでいる。ノンマルトとは人間のことだ。だが確かに少年はノンマルトと言った。それはどういう意味だろうか。人間でないノンマルトがいるというのだろうか。帰りなさい。連れてきました。あ、すぐ呼んでくれ。ご苦労さん。次。違います。ああ、はい、次に。違います。次の子。
違うわ。はい、次。はい、次。これでおしまいです。この付近の子供じゃないのかしら。悪いわね。さあ、どいたどいた。さあ、行くよ。さどうしたの？あの子だ。君！ずいぶん探したわよ。君なんていう名前？新一。そう。ねえ、新一君。なぜ海底開発センターが壊されてしまったの？ノンマルトは怒ったのさ。なぜ？海底はノンマルトを思うだもん。ノンマルトって何なの？本当の地球人さ。地球人？ずっとずっと昔、人間より前に地球に住んでいたんだ。でも人間から海に追いやられてしまったのさ。人間は今では自分たちが地球人だと思ってるけど、本当は侵略者なんだ。人間が地球の侵略者ですって？まさか、まさか。本当さ。君、ノンマルトなの？人間はずるい。いつだって自分勝手なんだ。ノンマルト、海底からもやろうとするなんて。新一君は人間なんでしょ？だったら人間が人間のことを考えるのは当たり前じゃない。海底は私たちにとって大切な資源なのよ。でもノンマルトにはもっともっと大切なんだ。私は人間だから人間の味方よ。新一君もそんなこと言うべきじゃないわ。新一君、人間がやるんならノンマルトもやるよ。僕知らないからね。新一君、はい、こちらだ。桐山だ。城南大学の海底探検部の船が襲われた。すぐ戻れ。了解。マルトって奴のことか。やれやれ、これで首相探しの事件も無事落着というわけだ。コーヒーでも入れるか。お、僕にも頼むよ。あ、海底怪獣ノンマルトを生け捕りにして水族館に持っていけば一儲けできたのにな。惜しいことをしたよ。これで海底の邪魔者も消えた。天井、報道班に連絡。テレビ新聞ラジオでニュースを流すよう要請してくれ。はい。ちょっと待った。お、今例の子供からまた連絡があってね。ウルトラ警備隊がやっつけたのはノンマルトではなく怪獣ガイロスだというんだ。何ですって？するとまだノンマルトは、うん、その子の言によればノンマルトはついに原戦グローリア号で地上攻撃を開始することになったと。グローリア号？2ヶ月前太平洋岸で行方不明になったイギリスの原子力潜水艦です。参謀、その子は？電話をかけてきた場所が分かったんで隊員が急行したよ。
今頃捕まえた頃だ。ダン！レーザーでやられてる。やっぱりあの少年ノンマルトだったのか。グロリア号だ。フラッシュさんはホーク1号で出動。天城とアンナは俺と一緒に来い。はい、はい、ハイドランジャー出動スタンバイ。南西15度、震度200。了解。距離1200。
長、あれは何でしょう。ノンマルトの海底都市。もし宇宙人の侵略基地だとしたら、放っておくわけにはいかん。我々人間より先に地球人がいたなんて。そんなバカな。やっぱり攻撃だ。警備隊全員に告ぐ。ノンマルトの海底都市は完全に粉砕した。我々の勝利だ。海底も我々人間のものだ。これで再び海底開発の邪魔をする者はいないだろう。それれそれ事件は一応解決した。再び平和を取り戻した海に、ウルトラ警備隊員たちはのんびりした一日を過ごしていた。だが、ダンとアンヌの心の中には、新一君の言った通り、ノンマルトは地球の先住民で、もし人間が地球の侵略者だったとしたら。失礼ですが、海底開発センターの遺族の方ですか。いいえ、この土地に一緒に来て子供を亡くしたものです。もう2年になりますわ。今日が命日だものですから。新一安らかに。新一、海の大好きな子でした。私も海のような広い心を持った男の子に育ってほしいと思って、毎年ここへ連れてきていたんです。2年前この海で死んだ少年の魂がノンマルトの使いになってやってきたのでしょうか。それにしてもノンマルトが本当に地球の先住民だったかどうか、それは全てが消滅してしまった今、永遠の謎となってしまったのです。If you have nowhere to go, would you stay and master the Cosmo Beast style? Cosmo Beast style? Continue your basic training to understand your true strength. That's why you must commune with a Cosmo Beast. Learn to control your emotions when you fight. Beam Spirit Crane Strike! Tim Water Snake Strike! Let us both work so we can be accepted and bond with Cosmo Beasts. We're in this together.
Could it be? I am Vulcan, Admiral of the Magma Invasion Army. Anyone who wishes to die, step forward. Just you wait, Vulcan. Vulcan! Please, I need to get stronger. Will you train me? We want the Cosmo Beast Fighters! From planet L-77! Fists of Earth for peace! Juggernaut charging Buffalo Strike! The strongest fighting style in the universe ends today. I am the Grand Master of the Cosmo Beast Style. Regulos of the Red Dragon White Tiger Fist! みんな見てくれてありがとな。ここを押してチャンネル登録するといいことがあるんだぜ。よろしくな。